オッケーこれでライブになったね。はい、えー、まあ、まだね、あれだけど。まあ、まずさ、最初さ、謝らんといけんね。ちょっと、あの、すよすよ言葉になった TL で。<laughs> あー、そうですね。あ,<の>あれはちょっと、まあ、あれはちょっとあれかな。あんま良くなかったかあるね。まあ、私もちょっと、ほら、結構いこしになってるとこあったと思うんで、そこら辺はちょっと、うん、なんとかしますね,まね。うん、まあでも、あれ、あの、まあ、 ちょっとね、あれは俺のちょっと、なんだろう、俺の言い方も悪かったね。あのさ、うん、ハックっていう,言うときにさ、なんかこう、裏技的なあれをハックっていうのをこう、あれがちょっとあの、認識がずれてたっていうのはあるからね。そうですね。うん、裏技より、こう、ずる技というか、ずれた技、うん、のことを確かずって言ったんですよね。うん。例えば、ギターその、片手で上げなあかんのを左手で上げるとか、そういう。うん。だから、 ねそう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 。そう、でも俺のさ、そのさ、なんか文法っていう言葉を使ってること自体が、なんか結構ハック的な考え方だったりするのよ。そう、なんか、1から100まで全部頭に入れるじゃなくて、ある程度なんかもう、ここら辺をどうにかショートカットしてやるっていうのが、多分今まで自分がゲームをやってきた中で、そういう風にやってきたってなるから、だからこその文法と基礎基本みたいなさ、 分け方をしてたから、そうそうだ。だから結局、あれよね、あの話とかさ、後でそのディスコードで貼られたやつとか見てみるとさ、結局言ってる話って、なんか文法の部分なんだろうなっていう感じはした。うん,う,んうん。うん,うん。でもそこが一番重要だからね、あの、 そシ,シムレースの文法をちゃんと入れて、ね、そこを、まあ、それをハックするって言ったら言い方悪いけど、そうすることによってゲームの上達を少しでも早くして、少しでも楽しめるようにするっていうのがさ、そこからその基礎基礎っていうもっとレベルの高いところに行くっていうのは、その時になって考えればいいだけの話だから。 そうですねう。うん、そうそう。まず最初はそのいかに文法をどうするかみたいなね、ところだったのかなとは言ったけど、まあ、エルをね、汚したことは事実多少ね、あれだね。<laughs> そ,うそうそう。ご経験で,できになっちゃいましたしね。うーん。<laughs> いや、別に、別に俺はさ、俺あの人に対してそんなにいいイメージもともと持ってなかったから別にどうでもいいんだけど。<laughs> まあいいや、まあいいや、その話はグロいからやめとこう。えーとね、じゃあ、というわけで、そうそう、この一週間さ、なんかいろいろ、 やったりしたその、シルバーシして。う,ね、うん。んあ、ごめん。と、あなたの影響でとりあえずヨット始めましたね。うん,う,んうん。ヨットね、結構やってたよね。<laughs> それから、殴り壊してしまったインターフェースを新調することになりまして、来週からまともな環境で配信できます。うん、<laughs> 殴り壊したんだあれあれあそれで壊れたんだ。前スカてとったやつが。はい 慌ててグーパンで思いっきげんこつをドスンと <laughs> や,やべえなそれマジでやべえやつだ <laughs> いやああれですね <laughs> そうですよ先のやつは戦車級に頑丈、うん、っていう鬼文句のやつを選んだので体が壊れるってやつだ <laughs> おそらく大丈夫かと <laughs> <laughs> いやーでもあインスってさあのあ俺あれじゃんあのマイクだけなんだよ う、ね、そうそう。USB マイクですかね。そうそう、USB マイクうん。それとさ、インターフェースの違いってさ、な、なんなのすげえ簡単に言うと。インターフェースだとコンネンサマイクっていうのを使うのがまず一番大きいんですよ。うん,ん,ん,ん、うん、うん、うん。コンネンサ使うと声の、そう、解像度って言い方変ですけど。あー。解像度ね。うん。要はなんか音質が良くなるというか。 音域というか、<ー>その細かい音まで拾ってくれるようになるのと、<laughs> 歌ってみたとかされるんでしたら、そのあたりですかね。ああ、なるほどね。あだから、だから音楽とかも作れるかもしれんみたいなこと言ってたわけだ。そうですね。うん、オッケーオッケー。それでね、えっ、ー、とー、あ、それでって言ったらなんか、<laughs> なんかごめん、今のおかしくなったなあそうそうそう、ヨットさ、始めたって言ったとかさ、<laughs> そう対人戦とかやったの 対人戦とかもやる。今、チュートリアルはちょろっとやってるぐらいですね。ああ、あれ、ほんとね、対人戦で、ね、やってみるとね、あれだと思うよ。あの、本当に、あれだから、殴り合いだからね。当たり判定ないけど、<laughs> 当たり判定あるからね、あのゲー今のところは、ほら、その、よっと、<ー>動かしただけ楽しいレベルなので。うん,うん、うん。うん。てきたら行ってみようかなと思っております。なるほどね。いや、まね、またなんか、あれの土地があったら、やろう。ふふ、二人で。たって殺されるじゃないですか。ははは。 え、やるじゃの配信終わった後、1対1でちょっとやる配信終わった後。ごめん、今本当に事故った。あ、えっとね、ど、誰に起こしたかっていうとね、YouTube のさ、あのー、宣伝のさ、水筒しようとしたの。あ<ー>うん。そう、はい、そしたらさ、配信のさ、ページを開けたのよ。<laughs> そしたらさ、あのー、自分の、今やってる配信の声が乗った。<laughs> ただの、ただの放送事故だね、これ。 <laughs> <laughs> これやべえな。これさ、あれ、あの、まあ、いっか。後でまた編集したう編集終わった後編集して、こ,この事故った部分だけ切ろう。お <laughs> 願いします。うん、ごめんね。あの、ごめん。本当にごめん。あの、視聴者のみんなもごめん。まあ、一人しかいねえけど、ごめん。<laughs> <laughs> そうそうそう。で、まあ、ね、あのー、なんだろう。あとさ、なんか、これさ、ポッドキャストのさ、時間 がさ、8時からじゃん。土曜の。そうですね。うん、そうそうそう。で、さ、あの、ヨットのさ、あの、日本のコミュニティのさ、大会の時間が9時半とかなのよね。<laughs> ギリギリ間に合わない感じですかね。そうそうそうリリ。前回やって1時間45分喋ってたから。<笑><笑> おってね、な、なったね。<laughs> まあ別にあれなんだけどさ、その、日本のコミュニティ、やっぱレベル高いからさ、あの、まあどうせ20人いたら15、六6位ぐらいで終わるから別にいっちゃいいんだけど、お、おってね、なってね。だから、あの、水曜日ぐらいにさ、7時からにできるってさ、言ったじゃん。<laughs> 言ってましたね。うん。あれ、それなのよ。<laughs> <ー>そう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 。 まあ、ちょっとね、事故とかありつつなんか、前スの部分がグダグダになったあたりでね。じゃあ、そろそろ本題いきますかね。<laughs> <laughs> はい。というわけで、えっ、ー、と、キトキョンのレースゲームラジオ30歳からテックの第2回というわけですね。まあ、今回はね、前回言ったように、トラックマニアのね、歩き方のお話。まあ、走りの文法っていうのはね、俺ちょっとまだ下手くそなんで、そこら辺はあれなんで、まあ、トラックマニアのゲームそのもののお話、あたりになるかなという感じですね。えーとね、バンチャニキさ、はい、トラマニってさ、最近やってる トラマニは、そうですね。ト、うん、ラマニ2のスタジアムも少しだけやってましたね。あと、うん、は2010の氷トラックがすごい楽しくて、少しだけそれもやっていましたね、うんうんちょ。まあちょっと触ってるよねぐらいだよね。そうですね。うん、ちょっとだけ。うん。まあなそのさ、ちょっと触った感じでさ、印象ってどんな感じまあ例えばメインでやってるさ、レースチームのアセコレとかアセコンペとか、あのあたりと比べてさ、そのゲームの全体的なイメージとかってさ、 コミュニティとか挙動でも何でもいいけど。動きとしてはすごくカジュアルかなと。うん。わかりやすい動きをしますよね。アクセル入れたら、アンダーステアでブレーキを踏めば、うん。オーバーステアというより、ずるずるとケツが流れるっていううん。うんうん、すごくわかりやすい挙動などと、うんうん、あとはそう、ね、トラックが 3D なのですごく面白いなと。ジェットコースターみたいで。 だよね、その、ね、これから話すけど、まあ、俺ね、専門職はテックっていうさ、やつがあれなんだけど、例えばそれなんかは、ジャンプして、斜め上にジャンプして、その先にある道に着地するみたいなのとか,か、ね、結構日常的にあるんだけど、こういうのって、あの、基本的にレースシムではないよね。そうですね、ラリーでもそういう経緯はないですね、あんまり。あんまりないよね、まあ、ラリー、まあ、実写であったら、その、モトクロス系だったらちょっとあるかなぐらいの、 うねうん、感じの 3D 感だもんね。だからまあ、そううリアルの車とはやっぱちょっと全然違う感じのゲームではあるよね。うん。じゃあ、まあね、そんなね、トラックマニアってゲームなんですけど、まあここで、ね、このゲームってね、割とその始めるまでにあたってね、障壁がめちゃくちゃあってね。まあ、その、まあ、障壁とかなんとかっていう部分について、まあトラックマニアというゲームのコミュニティとかね、そこら辺を、こう、 ね、うまい具合に求めて喋っていこうかなっていう感じなんですよね。で、まず最初ね、そのトラマニっていうゲームにおいて、今一番最大の問題になってるのが、どのタイトルで遊ぶかっていうところが実は一番の問題になってて。っていうのはね、あの、まあ、新作でね、今さ、最初話にも出たけど、トラックマニア2020っていうやつが新しく出たと。で、まあ、そのね、でも、そのトラックマニア2020ってゲーム自体が若干あのスペックが求められるっていうこともあって、 あのまあ、普通のね、ゲームパソコン持ってたら別に問題ないんだけど、逆に言ったらそれがなかったらちょっと遊びづらい。で、まあ今までのトラックマリアの作品っていうのはそんなにスペック自体はそんなに求められるゲームではなかったから、まあそこら辺はあって、TM2020 は動かんと、みたいなことになっちゃってる人とかがいて、まあその人がまあ違うゲームに行ったりとかしちゃってて、まあ基本的に今はまあ会話でトラックマリアコミュニティでまあ日常的に遊ばれてる作品がまあつあるんですよね。 で、まあ、だから、まずその大会とかなんとか開くときは、じゃあまずどのソフトでやるっていうところから話をしなきゃいけないっていうのはちょっとめんどくさなところではあるんですよね。ただまあ、その他、それもあって、あの、ノーパスでも別にやろうと今までできるっていうところは一つプラス要素があるのかなっていうところですね。まあ、あの、R ファクターとか でも昔の、昔の R ファクターは別にあのパソでも普通に動いたけど、まあああいう風な幼虫スペックで遊べるやつで結構今でも人が多いっていう意味で言うと、まあ割とその、なんかスペックとかにあまり囚われないゲームなのかなっていうところはありますね。まあじゃあ、 タイトルで個別個別の話で言いきたいと思うんですけど、まず最初ね、えっ、ー、と、まあ、その、ノーパソでも動くだろうっていうぐらいのあの、必要スペックが一番低いやつとして、トラックマニアネーションフォーエバーとトラックマニアユナイテッドフォーエバーっていうシリーズがあります。まあ、このね、えっ<も>と、これ無料でしたっけ確かうん、そうそう、えっ、ー、とね、TMNF っていうのが、まあ、スタジアム館長ののみが入ってるやつで、まあ、フリーゾーンってね、呼ばれる、あのー、 サーバーにしか入れないっていう制限はあるんですけど、基本的にまあ、大体のサーバーがフリーゾーン、スタジアムのサーバーはフリーゾーンっていう設定になってるんで、まあ基本的にはもうほぼ制限がなく遊べるっていう。その、えっ、ー、とまあ実施する無料のトラックマリアネーションフォーエバーと、まあそれの有料版ですね。まあそのスタジアムの環境と、えっ、ー、とあとプラスで蒸すかな、確かの環境が入ってて、まあ、 その、それぞれが、まあ、全く違う顔を持つっていう。まあ、これね、要はね、その、TMNF とか TMUF が発売される前に出てきた、いろいろな個別の作品に収録されてる感情が、いろいろまとまっていって、最終的に TMNF、TMUF っていう形になって、まあ、最後にね、F って数っていうのは、これがまあ、フォーエバー点なんですけどね。まあ、だから、要は、これで一つでは、パンケスですよ、と。 ま、第一世代は完結ですよっていうのは、まあ、多分そういう意味合いで作られた作品だと思われます。まあね、これね、あの、TMNF っていうのは事実上無料タイトルっていうこともあって、まあ、その、人がですね、基本的にめちゃくちゃ多いです。マルチは。<え>あ<の>、今でもですか今も今も、今も、あの、土日の、<ー>土日の10時とか、あのぐらいに行ったら、まあ、あの、人口が多いね、スピードとか、ああいう系のサーバーとかだったら、あの、マックスの三40人近くはいつもいる。 たりする。うん、で、あのー、人がいるサーバーも、その40人制限っていうのもあるのか分からんけど、その、結構ね、人が満杯になってるサーバーも5個か6個ぐらいあって。だからそういう意味で言うと、あの、まだにね、そのオンラインのマルチの野良サバっていうのは、まあ正直 TMNF が一番盛り上がってるって言っても、何ら差し支えがないぐらいには、人がいっぱいいて、いるんですよね。では誰かに進めてみろってやったら、 tnf、うん、からという形になるんですかね。まあ、そうだね。その、まず tnf をやってみろっていうので、多分、一番その、うん、問題はないかなとは思います。まあ、だから、 あとね、だから、これって10年以上前に発売されてる作品なんで、もうオンラインのサーバーとか走ってても10年前のマップとかが出てきたり、あとはまあ、そのサイト、マップを公開するサイトとかでも10年前のマップとかっていうのが調べて落として自分で遊ぶこともできるっていうのもあるんで、そのまあ、トラックマニアの広告学的なこともやろうと思えばできるのがこの TMNF っていう作品の一番いいとこですね。まあ、その筋が、えっ、ー、とまあ、バンチャニッもやってた、えっ、ー、と、TM2 シリーズですね。これは、 まあ、スティームでもね、発売されてるやつで、えー、っと、ちょっとね、一つね、まずディスから入るんですけど、マリアプラネットっていうね、よくわからないアプリケーションの中にゲームが入ってるっていう、入れ子構造になってるんですよね。 それで、なんで、まず、まあ、このね、TM2 シリーズっていうのが、スタジアムとチャニオン、バレー、ラグーンっていう四つのね、環境があるんですけど、そのそれぞれの環境が、まあ、もう完全にタイトルパックって呼ばれる、もうゲームの、ゲーム内のゲーム内タイトルっていう形で分けられてしまってて、なんか、 その、それをいちいち変えるときに、一回その,の、マニアプラネットのホームに戻らないといけないっていうのがあって、まあ、ちょっとそこが割と不便なんですよね。TMUF ってそういう一回ごとにそれぞれのあれに戻るっていうのはないよね。まあ、そこの、 のシームレスさのなさと、あとね、あの、TM2 は結構モッド的なものがたくさんあったんですよね。F1 の真似事をする F1 タイトルパックって言われてるやつとか、あとまあナスカーをなんかしたやつとかっていう、まあそういうモッドとか、まあ R、RPG っていうのがあるんですけど、そのレースのシリーズに。そのまあ、<laughs> その、なんか城みたいなオブジェクトとかなんとかがいっぱい入ってくれてるやつ。 なんかあったりとかするんですけど、そういうのがね、それぞれタイトルパックっていう形で小分けにされてるんですよね。なんで F1 的な遊び方をしたかったら、この F1 のタイトルパックを入れて、その中でやりましょうっていう形になってしまってて、その TMNF とかだったら、その F1 っていう遊び方も RPG って遊ぶ方も全部 TMNF 内で全部関係するんですよね。 そのサーバーがあればそこのサーバーに入るという形で。結局、それじゃなくて、一回一回あれしたり、ダウンロードしたりとかしないといけなくて、そこら辺がね、割とその、今考えるとすごい不便だったなっていうところがある。まあ、もちろんね、でも、ね。うんうん。あれ、とかって結構容量がでかいんで、ダウンロードしちゃうと、1時間、うん、2時間からでしたよね。うん、特に、なでおのサーバー自体あんま強くないからね。弱い回線でとかってなっちゃうと、やっぱそういうのがあって、 割とそこがね、面倒なところだったかなと。うん、要は、なんか、全部小分けにされちゃってんですよね。ちょっとそこがまあ悪い点でしたね、本当にターに。で、まあ、当時はね、TM2 の現役の時代っていうのは、e スポーツとかは TM2 シリーズで大体やってたんで、言ってもやっぱプロプレイヤーとかはやっぱ、そっちをたくさんプレイするし、で、プロプレイヤーが集まってる、 マルチのサーバーとかもあったりしたんですよね。まあ、例えばまあ自分がいつも言ってたショートミニテックってサーバーだと、今でも TMDL で活躍してるマッサとかあのあたりが、その配信でそのサーバー使って遊んでたりとかしてる動画とかがあったりするし、そこでまあ世界記録取りましたみたいなね。 そういうのとかあった一回だけ TM2 の Z スタジアムアルティに行った時にカールジュニアさん見かけましたよ。うん、ああ、いいねかそういうさ、プロに会えるっていうのがいいよね。カールジュニアさんに会える <laughs> ね<ー>うん。そうそう。だから、当時のね、TM2 シリーズ、まあは、もう本当に最先端のあれだったから、もう、 その、特にまあ、ZRD ってね、後で出てくる、まあ、とある配信者がやってる大会とかやってる時が、やっぱみんな、そこの、大会に出るために練習しに来てるプロとかもいたりしたから、そういう人たちと同じサーバーで遊べる的なところがね、あってね。そこはやっぱ本当に非常に面白かったんだけど、ある意味で言うと、それって新しいやつが出たらもうダメじゃないですか。 今これ新しいやつとして、う,ね、うん。新しいやつとして TM2020 っていう作品が出ちゃったから、割ともうその光景も過去のものになってて、いや、コミュニティ的にじゃあ遊ぶ幅広さは何って言ったら絶対 TMNFUF になっちゃうから、なんかどんどんその t m 数シリーズっていうのは、なんか過そってるっていうような感じになってきてるっていうのがまあ実際のところかなと。ただまあ挙動的には、その画質的にはね、非常に良くて、TMNF のそれをなんかもう純粋に正当進化させたん みたいなところとかもあったりするし、その、まあ、3、4年前ぐらいまでの、その TM の長寿シーンとかはやっぱ TM2 で作られたマップだったりとかするから、まあ、そこら辺はね、やっぱプラスな部分ももちろんあるんだけど、ちょっとやっぱ小分けで、あれだし、今プロいねえし、勝ちねえしっていう感じになってるのが今 TM2 シリーズですね。 で、あとまあ、で、その後に今出てきて、俺がもう今やってるのが TM2020 っていう、これは UBI ソフトから出てるサブスクのタイトルになりますね。で、まあ、環境っていうのがね、今までちょっと何個か出てますけど、この中でも一番みんなに親しまれてきたスタジアムのみを現在は収録してる形での最新作となってるのが TM2020 です。で、これがね、あの、他の作品と比べて、えっ、ー、と、 いいところであり悪いところでもあるのが、ナデオっていう会社がね、本気でこの TM2020 ゲーム運営をしようとしてるっていうところがね、これ一つのポイントでね。まあいい部分としてはね、毎日日替わりで、えっ、ー、と、マップが更新されるんですよね。で、その日替わりでマップ更新されて、まあ日本時間で言うと27時ぐらいから、えっ、ー、と、カップオブザデイっていうのがあって、まあそれ、 まあ15分間予選やって、その順位によって、えっと、ノックアウトっていう、まあシャトルランみたいな、後ろの人間がどんどん落ちていくっていう方式で最後の一人までやるっていう、その一連の流れの大会があるんですけど、これが毎日開催されてるんですよね。今、27時からなので日本からは出づらいですけど、まあ一もう毎日遊べると、そういう大会的な面がね。で、あとはまあ、TMGL っていう、世界の最高峰のトップ、 16人のトラックマニアプレイヤーがやってる e スポーツのシーンがあるんですけど、これももう本当にそのナデオの公式の押してるものっていう形になってて、で、そのゲーム内でその TMGL の予選とされているオープングランドリーグっていうイベントに関しては、このゲームの中で確かクラブ、クラブエディションを持ってるプレイヤーだったら入ろうと思えば入れるっていうふうになってるんですね、システム上。 まあ、そこが、そういう風に、その、e スポーツっていうのが一つ、まあ、まだハリボテみたいなもんだけど、公式で一つ大きな軸として何か作りましたよっていうのが、この tm2022 のまあ e スポーツ的に、ゲーム的に面白い部分。で、まあ、ゲーム的に言うと、あの、クラブエディションっていう、はい、なかったいや、いつもの UBI ですよね、はい、確かサーバーは。うーん、あ、そうそうそう、あの、tmgl でさ、あのね、 あの、オーストラリアのね、プレイヤーが第6マップでサーバー落ちして、で、トラックマリアグランドリーグっていうのが、こう、第5マップと第6マップって9位以下になると0ポイントになるんですよね。すべてポイントがなくなるっていう。うん、それのせいで、その日のその人のポイントが40何ポイントから0になったっていう、すげえちょむな展開がね <laughs>、あったりとかしたんですけどね。 まあ、その人ね、その人なんか、t、まだ俺映像として全部、ロックステップ全部見てないんであれなんですけど、tl の情報によるとあれで、ね、プレイオフに出てたらしいんで、よかったですけど、<laughs> これでプレイオフ出れんかったらシャレにならねえなっていうようなね、出来事とか、まあ怒ったりはしてますね、確かにサーバーは。まあでも、それはね、でも他の UBI のゲームもそんな感じなんですよね。そうなんですよね。二次録とかも大概ひどいですからね。うーん。 ザクルーとかはもう一緒に走ってたら、走ってる人の車がこう、コマ送りになっちゃうような。ああ<ー>。<laughs> そういう感じでしかちょっとやっぱそこがなあれはね、その、公式、ね、サーバーで全部やってうんたらっていうのが今までそのトラマリのコミュニティ上なかったから。なかったですね。うん、そう,そうそうそう。だからちょっとそこら辺がっていうところはあるよね。 ただまあ逆にその UBI が部屋をどうやらこうやらするっていうことがあったおかげでその自分でサーバーを建てる結構サーバー建てるのって面倒なんですよ。ホット建てたりとかね。ううねあと、あの、海外のサーバーに見せるならサーバーのスールとかもダウンロードせんといけんと。まあそれはさすがに面倒だからってことで部屋をね作ってる、作れる機能っていうのがクラブエディションを持ってるとあるんですよね。だからこれ、だからこれから30分ちょっと遊ぼうでって時は適当になんかさ お部屋で設定して遊ぶっていうこともやろうともできるっていうのが、このゲームの、ゲーム2020のいいところだね。ただね、まあ、さっきもね、話出たわけど、ユーミンのサーバーのオンラインってね、ほんとね、よろしくなくてね、ソロプレイでさえ、ソロプレイでね、例えば公式のマップをちょっと半年しようかってなる、なるじゃないですか。で、公式のマップを押すと、公式のマップの一覧が出てこない。 <laughs> とか、あの、し、カップうんトラックオブザデイの半年用ってなって、トラックオブザデイのタブをしても反応しないとか、っていうのが割とあって、で、最初はね、それ俺の回線が弱いんだと思ったんですけど、今ね、それなりに回線がいいところに引っ越して、じゃあ回線良くなったからなんとかなるよう,うっなってやってみても、そんなに良くなってないですよね。だから、多分 UBI のサーバー自体が、 そういう業無仕様になってるっていう。うゴミなんですよね。UBI <ー>ってサーバーが詰めからく <laughs>。ほんああ、ほんに UBI ってサーバークソなんだなっていうのは。もしかして、うん、UBI のゲームは初めてですか力抜けよってやつですよあ勝負だなきっちりね、それ、そう考えると。<laughs> いやー、あれよ、本当にねお。ちょっと音声変えて。えっ、ー、と、あお、なんい。えっ、ー、とね、で、ええー、 まあ、ぜまあ、でもね、ゲーム自体のね、売り方としてはサブスクモデルって言われてまあ、買い切りのゲームではないんですよね。だから、まあ、好きチー。MMO 的な感じになりましたよね。うん。ネトゲっぽい雰囲気と言いますか。そう,そう,うん。よくも悪くもネトゲっぽい感じ。で、まあ、なんだけど、逆に言ったらそれで運営しますよっていうふうに、こう、自分でポンと言ってくれる部分って、結構期待できる部分でもあるんですよね。今まで、ね、やっぱその、うん、トラマリのコミュニティっていうのは、まあ、 これは本当は喋る予定じゃなかったんだけど、基本的にね、e スポーツとかも全部コミュニティが勝手にやってたんですよね。コ,コミュニティがメインでやって、なんか、まあフランスとかでトラマリのラン、トラマリじゃないな、ゲームのいろいろ集まるイベントやりますよみたいなのがあった時に、まあフランスのトラマリの有識者みたいなのが大会やるからうんたらかんたらみたいなことやって大会やってみたりとか。だからまあそういう、要はコミュニティがメインのね、そのシーンだったわけですよね。 それを、なんかこう、少しでも、その、なんか、運営していこうっていうやる気を見せているっていうところに関しては期待にきるんですけど、ただその期待のご祝辞によってプラス評価をできる時期はもう過ぎたかなっていう感じもあるっていうね。もう、8ヶ月ぐらいさ、経ってるわけで。そうですね。だいたいもうすぐ1年ですね。うん、そうそうそう。1年経ってからは言われてるちょっと用語できないですよね。うーん。 だから、っていうところがあるんですよね。ただ、でも、プレイヤー層はもう TM2020、いわゆるプロプレイヤーって言われてる人たちはみんな TM2020 に行ってたりとか。で、あと、まあ、ちょっとあのね、逆に、あの、MMO としてちゃんと運営をするっていう風にやっちゃったせいで、あの、いわゆるコミュニティ系のサーバーがあんまり人がいない機間帯がめちゃくちゃ増えたかなっていう印象はある。 要は、毎日さ、日替わりでトラックオブザデイとかってやってたら、そのガチ勢とか世界記録取れるようなガチ勢が、その自分の性癖に合うマップが来た時に、じゃあガチるかってなるわけですよね。まあ、ね、ナスカーとか特意なプレイヤーがナスカーのトラックオブザデイってやるし、テックのトラックオブザデイってったらテックでやるしみたいな。で、まあ特にあと TMGL とかも始まったらさ、いわゆるプロプレイヤーはもう TMGL の練習しかしなくなる。じゃないですか。 まあ大会とかがあっても、そのオンラインのサーバーでなんかじゃなくても、自分でソロでもちまちまずっと練習するみたいな感じになって、まあなんかどんどんなんかコミュニティのプロプレイヤー、プロプレイヤーで内向的になってきてる、なんか,かそういう意味での活気はちょっと減っ以前の TM2 と比べても減ってきてるなっていうところもある。ってきてっていう風に来なくなったですよね。うん、そうそうそう,そう。そういう公式のイベントを通じて盛り上がってる感があります、ね、うん、公式コンテンツって、 の価値が上がりすぎて、なんかまあ今までのコミュニティ主体のあれではなくなってるっていうのは事実かなっていうところは。別のゲームっぽい雰囲気ですよね、本当に。うーん、確かに。そうだ、本当に。うん前はユーザー主体で、今回から運営主体というふうに見えるんですよね、はいはい。うーん。確かにそうだね。運営がメインでやってる。から。まあ、確かに。 そうなんだよね。その、昔からと。確かトラックとかすごくいいですし。うーん。あれも3ヶ月ごとにね、新しい公式マップが出てくるってことだから、あのー、それでね、あれなんだけど、まあ、逆に言ったらもう、なんだろう、そこだけで終わっちゃって、その他のことがうんたらに流れていかないっていうのは、特に自分なんかはテックしかやらなくて、あんまそのナディオの教室系とかも、じゃあナディオの公式トラックとか、あんまり、あの、性癖に合わないから、 やっぱ、そういう、そういう目線から見るとかなり勝ちなくなってきてんじゃねえかなって危惧することは結構ありますね。要はソロで全部成立しちゃうからね。うん、うん。まあ、まあでもそれはゲームの変化だからね、言い悪いで評価したらダメな部分だよね。うん、うん。 まあ、そこら辺がね、今回は、まあ、最後、このゲーム問題っていうね、プラットフォームのミスのお話でした。で、まあ、今度ね、そのプラットフォームの話が終わったら、じゃあ、何をやりますかっていう話なんですね。まあ、基本的にトラックマニアって言った時に、まあ、スタジアムっていうのが、まあ、メインのゲームになってるんですけど、まあ、他にもね、トラックマニアっていうのは、まあ、いろんな車というか世界観。 っていうのがあって、まあそれを、まあか、えっ、ー、と、の、っていう風にね、僕ら界隈の人間は言うんですけど、その環境によってね、その、と絵面とあれっていうのがもう全部違うんですよね。だから、まあ、本当に、タイトルごとに違うっていうか、その環境ごとに一つのゲームになってるっていう、そういうニュアンスのゲームになってるのがドラッグマリアなんですよね。で、もあこれ、全部、あ,あれですね、うん、プレステ4のユーザーさんなんかは、 見たことあると思うんですけど、トラックマニアターボっていうタイトル。うん,う,んう,んうん。あれなんかも、従来のトラックマニア2だとか、2020だとか、うん、そのあたりとは全く違う挙動ってみるんですよね、あれ。うん。挙動はね、そんなにあれかもしんないけど、あのね、あれ、側が全然違う。ターボの、うん、ターボの挙動は、すごく外に膨らむなという印象なんですよね。あー、そのやった上のあれなんだ。 ドリフトの仕様が、すごくマリオカートっぽいって言い方はちょっと暴言になっちゃうんですけど、他のゲームのドリフトっぽいんですよ。リッチレーターとかマリオカートとか。ブレーキを踏んで、ちゃんとドリフトをするんですよね。<ー>トラマリオカートじゃなくて、ベースキムのドリフトをしてくれるんですよ、ターボの方は。ああだからかななんかちょっと違うなって感じはあったんだよな。まあ、まあ、確かにそ。 ちょっとそこら辺違うんだね。ちょっとより車になってるっていうか。なでは節の効いてない感じなんですよね、すごく。一般向けというか、トラマリゼの人向けのチューニングなのかなって、ちょっと感じますね。まあ実際あのゲームね、側とかね、システムもね、トラマリゼに向けたもんではなかったから、結果的にはそのトラマリゼは最終的には多分やらんくなったよね。まぁ、あ、一日、 最初の頃はね、そのもうエンドコンテンツとして、あの、スーパートラックマスターっていうのがあってね、あの、これベータテスト版、ベータテスト版の世界1位のタイム。 が、その、スーパートラックマスターのタイムだって言って、まあ、それを200個集めるみたいなのが、まあ、プロゲーマー、もうスパムとかリオルとか、あのあたりだね、もう。あのあたりの、もう配信のネタとしてやってたりとかしてて、その、最初の頃は割とあったんだけど、でも、盛り上がりとしては、やっぱユーザーマップじゃなくて、ナデオマップであれでしますよ、みたいな感じ。まあ、ちょっと、今の TM2020 のちょっと流れに若干、 もう若干、のききつ繋がってくるのかなっていうような感じのゲームではあったのかなっていう感触はありますね。そうですね。思ってみればそうかもしれないですね。うーん。挙動的にもすごく、うーん。もう2020って2とカーボの間って感じるけどどうですよね。うん、ああ。なるほどね。うーん。 まあちょっと俺ね、挙動音痴だからさ、そこら辺よくわからんけど、やっぱまともになったって言ってたもんね。あの、前やってた時も。そうですね。うん。っとそこで感動したんですよ。車の動きをするって。<laughs> <laughs> トラマに対してその感動はよくわからんけど、でもそうなのね。車の動きか。うん。 レースゲームの車の,動車の動きをするっていう風に感動したんですよ。あ<ー>あや、ねいや。確かにね、TMNF ってちょっとあのバグ臭い部分が多いんだよね。<laughs> ああ、あの、ね、ラブステンバグとかって言われてるやつとかもあったりしてね、あの、えっ、ー、とね、TMNF のあの、スタジアムのね、普通のね、ロードのパースがあるんですけど、まあ、そこのね、両端になんか F0 の壁みたいなやつがあるんですよね。 ねえ、その、F0 の壁みたいなやつの、ブロックのブロック、ブロックとブロックの筋目で、とある条件を満たすと車が飛ぶっていうバグがあって。え <laughs> そうそうそう。だから、普通に走って、コースの端のあたりに車が当たったら、こう、えっ、ー、と、後輪から飛んだり、前輪からよくわからん方向に飛んだりとかってするバグがあるのよ、TMNF って。で、それで。あよく流れなくて、変なジャンプのやつですかートそットの。 ああ、そうそう、あのー、有名なショートカット動画である A12 のカット動画っていうのがあるんですけど、あれもあの、実はそのラムステンバグをちょっと利用してるんですよね。あの、コースの端の方でラムステンバグを発生させて、後輪を浮かすんですよ。で、降輪を浮かせた状態で車を90度、90度回転させて、で、着地させたときに、 で、その状態で着地させて、その、あるバグの、そう、ウーバーバグって呼ばれるテクニックをやると、横にぶっ飛んで、そのままゴールに突っ込むっていうね、有名なカットがあるんですけど、<laughs> それとかも、その、その状況を作り出すためにラムステンバグを悪用してるとかっていうのがあったりとかしてて、あとね、TMNF だとノーズバグっていうのがあって、着地の時に一定確率で、で、 壁に当たった判定が出るっていう。バグがあるっていうのはね、結構有名な話で。あの、ダートかなダートの路面で、普通にジャンプして着地する時に一定確率でノーズバグっていうのが発生して、そこで減速して、タイムアタックのタイムが解けるっていう。<laughs> 結構ありましたそれ。うん。でも、でも確か発生しませんでしたっけああ、す発生してたかなでも、でも、<laughs> うん,うん。卓球の時にすごい失速するっていうのは20代に消えましたよね。2020では。うん,うん。そう、それは確か TMNF のバグだったんだけど、そういうのとかも確かなくなってて、なんかゲームとしてまともになったっていうところはあるよね。うん。まあね、そんな感じで、まあ、進化してどんどんしてるスタジアムなんですけど、まあ、そのスタジアム以外にもいろんな遊び方があるよって言って、まあ、いろいろ感情があるんですよね。 もう全部ね、10近くあるのかな ?TMUF と TM2S シリーズ、TM2 シリーズ合わせて。まあちょっとそれについて全部説明するのもあれなんで、まあ、個人的に、スタジアム以外で面白いやつみたいなのをちょっと上げてみた、上げてみてるんですけど。ええー、とね、まあ、まず一つね、これ TM2 の、ええー、と、環境で、チャニオンっていうのがあるんだよね。これはね、あの、と、まあ今回ね、実は来る予定になってる人の中でね、一人あの、 ドリフトゲーをね、やる人が来るっていう話に最初なってたんで、まあ、ドリフト話 <laughs> もうこれ、<laughs> この人に引っかかるだろうと思ってピックアップしたんですよね、チャリオンっていうのは。これ、チャリオンっていうのは、要はま、山って書いてる通り、まあ、山的なやつなんですよね。山って何って言ったらイニシャル D ですよ。イニシャル D といえばドリフトですよ。というわけで、あの、ドリフトがすごい楽しい環境なんですよ、チャリオンっていうのは基本的に。あの、ブレーチをちょっとタップさせたら、まあ、4、 簡単に角度がついて、その角度をつけたまま、その、一本のドリフトとして何個かのコーナーをまとめてクリアしていくような感じのゲームになってくるんですよね、チャニオンっていうのは。まあもちろんその、このチャニオンにもテック的なコースとフルスピード的なコースとかがあったりするのは、も、ま、の、あ、によってちょっと変わるんですけど、まあ基本的にはこう滑らせて楽しむ。 っていう感じの環情になってるのがチャリオンですね。で、まあその、それと、ある意味同じである意味真逆なのがアイランドっていう TMUF の環情で、こちらはね、あのー、基本的にスタジオよりもスピードが速いです。車のスピード自体が。で、あのー、そのスピードが速い状態で曲げると結構簡単に、 ドリフトするんですよね。ドリフトっていうか滑りながら曲がるっていうか。うんうん、だからまあそれ、まあちょっとアウトランテみたいな、もう昔の開け芸の、そう、ドリフト系の開けーみたいな感じの見た目の車で、そういう見た目の走りをするんですよ。なんですけど、あの、極める、これを極めるためにはドリフトをさせたらダメなんですよね。<laughs> また闇の深い <laughs>。 そう、そう、そう。だから、あの、ドリ、簡単にすぐドリフトできる仕様のものを、強引にグリップで走らせるっていう、その狂った感じが、アイランドの一つの魅力で。このね、アイランドは、本当にね、アイランド上手くなるたびに、フラットスフラ、フライトスティックを買った方がいいなっていう話もあるレベルで、で細かい操作をめちゃくちゃ求められるっていうのが、アイランド。だから、これ、ね、フライトスティック呼びましたん今呼びましたフライトスティック。<laughs> <laughs> <laughs> そっか、フライトスティック持ってんのか。飛行機ゲーム出身ですからね。<laughs> フライトスティックであそこやるんだもんね。<laughs> 最近はやってないですよ。最近はパッドです。<laughs> パッドなんだ。あれ、言いませんでしたっけいや、パッドでやってるみたいなこと言ってえ、汗コンペとかもパッドでやってんのパッドです。あ、そうなんだ。へー。ああ、じゃあ、パッドでも汗コンペ遊べるんだって俺顔マジで。<laughs> 一生はしないですけどね。<laughs> いや、遊びますよあの、うん。いや、なんかパッドでどこまで行けるかみたいなのは、その、何今更さ、ハンコンやってさ、あの、ガキでシムレースやりますっていうのも、笑い草だし、なんかパッドで行けるとこまで行くみたいなのも遊び方としてありなのかな、みたいなことをちょっと思ったりはした。まあいいや、それは。<laughs> コンテの方は、パッドで全然遊べますよ。あ、そうなんだ。へぇー。レーシングカーなんて切れないじゃないですか、ハンドルが全然。 うん,うん。現実の車やったらハンドルが900度とかもありますけど。うんうん、レーシングカーってハンドルせいぜい左右合わせて190度とか200度とか。うん,うん。そんなんなんで。パッドで全然いけますよ。あ,あ、そうなんだで。コンペはパッドで全然大丈夫です。へじゃあちょっとコンペは買ってみよう。 アセコルの方はちょっと虚無臭いですね、はい。まあ、アセコルはね、ちょっとあの、いろいろあるからね。いろんな意味でいろいろあるからね。ね <laughs> まあ、それはまあ、次回か次次回か。次回は、あの、まあ、超来てない人がね、あの、話を持ってきてくれるはずなので、うんまあ、もし持ってこなかった場合はアセコルの回かな。<laughs> そうなんですか何も準備できてないですよ。そうそうそう。でもな、まあ、その可能性もワンチャンあるから、 ま、準備できてなかったらそうですね。機材トークもしますよ。うん、機材と <laughs> レースゲームの話なのにさ、あの、ひたすらさ、レースゲームラジオです。今回の、なんたらこれって言ってね、マイクのさ、画像がさ、出てきてさ。<laughs> これが基,基本なんですよ。いやいや、お前何の話をしてんだって。<laughs> 文法ですらねえよ、それもはやってさ。大変なの、虚で,です。<laughs> 本当だよ、マ、ま、ジの興味になっちゃうわ、それ。<laughs> <laughs> まあまあそうそう、そういうね。まあでも、ある意味コンでももしかしたら遊べるかもしれないね、アイランドのとこまで行くと。結構ね、こういうかね。うん、アイランドはそうですね、ハンコンが意外といけるかもしれないです。そうですね。ブルーハンコンの左右90度とかの。うー、んうん。えっと、今ならホリの、ホリホリうん、の安いハンドルコントローラーとか、ああ、うん、ありが意外と思うんじゃないですかねあ。あの、フィードバックかないやつね。 そうですね。ゴムバンド式のやつが意外と合うんじゃないでしょうか。あーあー、いいね。そういうのはありだわ。<laughs> やってみ、やってみたいけど高そうですね。まあ、1万五千円ぐらい。<laughs> そうですよね。あと雰囲気でしたら、あの、TX って知ってます、えー、スラス止マったらゴムバンド式のやつ。<laughs> へえ、そんな感思ってんだ。形がフェラーリ458の純正ステアリングなんですよ。うーん。うん 雰囲気だけはすごくいいんですよ。高いですけど。ああ、へえ。高い、ゴミなんですけど。高いゴミ。ス <laughs> ラストマスターね。あ、なんか、スラストマスターね、なんか、トラマニのね、グウェンっていうプロのスポンサーやってたね、なんか。で、パッドを売ってた。ああ、パッドそうそうそう。スラストマスターのパッドって言って、で、なんか、それの、なんか、あの、宣伝のプレイヤーに、 グエンっていう、これ TMGL で確か前年2位だったかな昨シーズンが2位とかの、ほん世界のトッププレイヤーはその、コントローラー、はい、パッド使ってやってますよっていうのはあったね。ありました、ありました。フラストマスターのパッド。あ、すごいですね、これ。プレステイ配置と x b ク x 配置両方変えれるんですね。うそ,うそ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 う。だから、そこら辺がさ、あの、おお何ねえ、いいかなーっていう。 だからうう、ねうん、今さ、使ってるパッドがお世話になったら、それ買おうかなと思ってね。2>, もう2万円しますよ、これ。マジか、クソ竹。<laughs> でもね、グエンと同じものを持てるってなったら2、2万、二万でも別にってなるよね。<laughs> だってさあの、ホロライバーが使ってるマイク買いたいって人絶対いいんじゃん。<laughs> それと言ったようなもんよ。<laughs> それと同じようなもんだよ。あの、グエンが使ってるパッドって、もうそのレベルだかんね。ほら、あまり的な、あれで言うと。<laughs> そうそうそう。へえー、まあでも2万か、2万か高いね。<laughs> そ,うそうそう。まあ、そのね、アイランドの話と、あと一つが、これもね、TMUF の環境なんですけど、人っていうのがあってね、これね、あの、レースゲームの爽快感が一切ないです。あの、<laughs> 何ですかそれ。<laughs> あの、最高速度が、に、一定200キロとか、なんですよ。もう基本的には、150、60キロぐらいでコースを走っていくようなタイプのマップが多い環境でコーストっていうのが。で、この車の何が特徴っていうと、100キロ以上になると、えっ、ー、とね、ハンドルを曲げても前に滑っていって曲がりもせんまま壁にぶつかる。 <laughs> まあ、まあそれはちょっと言い過ぎかなそれはちょっと言い過ぎだけど、あの、100キロ以上、スピードが出てる状態で曲げると、めちゃくちゃ滑るんですよ。で、その、で、グリップがゼロな感じで滑るんで、めちゃくちゃスピードも落ちるし、あなんなら曲がってもいい。曲がるのは曲がるけど、ちょっと曲がっていかない感じもするし、っていうところがあって、だから要はコーストっていうのは、なんか、レースシーブみたいなことをさせられるんですよね。 あのーあ、きちんとブレーキを踏んでというふうに。うん、もうブレーキって、まあブレーキ、まあ、こっちってちょっとブレーキ踏むかなっていうぐらいなんだけど、要はアクセルをちょっと抜いて、スピード、エンジンブレーキかけて、スピードをある程度アジャストしてから、左右にする。これ、ちあんまりやる必要はあります<ー> <laughs> それはそう。それはそう。だけど、だけど、それが面白い。 なんか、なんだろう。独特だからさ、スタジアムと魔弱じゃん。あ、言ってしまえば。ああいう感じ。で,ねうん、で、そこから、その、なんか、ああいう感じが面白いっていう部分はあったね。あ,<ー>うん、あとはね、その、もちろんその、絵面的に綺麗なスノーとか、なんか砂漠を走らされるデザートとか、まあいろいろあるのはあるんだけど、まあ、その、特徴的な環境って言ったらこのミスかなっていう感じで。 今回は挙げさせてもらいました。チャニオンとアイランドとコースト。まあね、どれもね、独特だよ。ある意味、スタジアムと比べると。うん。で、まあ、まあ、そんな感じかな。艦長の話については。で、まあ、ここから、ガーマーは本当の本題みたいなところなんですけど、まあ、スタジアムっていうね、一番一丁の会話においては、まあ、いろんなプレイヤーがいろんなマップを作ってるわけですね。まあ、そのいろんなマップを作っていく中で、まあ、 こういう、あれあるよね、みたいな感じで、スタイル、えっ、ー、とね、まあ、スタイルって言われるものに徐々に分かれてきてるんですよね。で、まあ、その分かれてきたものっていうのが、まあ、こう、大会のマップで使われてたりとか、そのサーバーの名前とかに使われてたりとかしていて、まあ、要は、これのスタイル、その、トラックのタイプっていうのをある程度頭に入れておかないと、そのオンラインのサーバーにおいて、このサーバーが何を置いてるのかっていうことが分からなくなってしまうんですよね。 なんで、マルチを遊ぶ上で、ある、ある意味、必須の、あの、知識でもある、スタイルっていうところについてね、話を進めていきたいと思います。まずね、これ、まあ、まず語っていきたいのは、長寿系のね、いくつかのスタイルなんですね。まず一つ目は、まあ、このタイトルにもあっては、30歳からのテックっていうね、タイトルにもなってる、この、 テックですね。このテックっていうのが、まあ 3D、本当に 3D 的なマップで、まあ比較的レースゲーム的な、もうドリフトとかブレーキとか、そういうことをさせつつ、右に左にぐちゃぐちゃ曲がっていってゴールするっていうタイプのテクニカルなコースっていうのが、まあテックって言われてます。でもこのテックって言われてるのがですね、まあ、 昔ね、やってたトラックマリアの世界選手権、ESWC とかで行われてたトラックマリアの世界選手権とかの、まあいわば今地震の王様的な、一番その世界大会とかなんとかが行われてるマップがテックっていうスタイルですね。 で、このテックっていうのは、だからまあ、その影響もあって、プロプレイヤーと有名なプロプレイヤーが結構たくさんいたりとかして、えっ、ー、と、今はちょっと現地に対して、今何やってるかもわからないんですけど、フロストベリューっていうスウェーデンのプレイヤーとかが、まあ、世界選手権で2回、2008年とか確かそのあたりだったと思うんですけど、そのあたりで優勝してたりで、そのフロストベリューっていう人間が、実長っていう形で、ね、ちょっと裏方的な仕事をやるようになってからは、えっ、ー、と、スパムっていうね、あのー、肉じゃないですよ。<laughs> 肉じゃなくて、 で、まあ、オランダのスパムっていうね、プレイヤーが世界トップになって、まあ、その後配信者になったりとかしてて。まあ、これは、あの、僕らのね、界隈ではね、シリカタンってね、シリカタンなんてね、んでんであのね、なんでこの人をシリカって呼ぶようになったかっていうとね、あのね、変わるね、海外のアカウントがね、<laughs> あの、今日はシリカの誕生日だよみたいなツイートを上げてたんですよね、シリカの画像を上げて。で、その、 スイートにぶら下げられてた文章に、じアあウィルビースパムって書いてて、スパムじゃん <laughs>。ってっただそれだけで <laughs>、マジでしょうもねえんだけど <laughs>。こじつけひどくない野獣先輩とかよりひどいよ。インムとかの、ああいう系の <laughs>。野獣先輩〇〇説のノリだからね <laughs>。スパムシリカ説だからね、もうそれ <laughs>。 それで呼ばれてたりとか、まあ、あとはね、あのまあそ、そんまあ、彼もね、あの、今も TMGL プレイヤーとして、トッププレイヤーとしてやってて、まあ、結構配信とかでも面白いことをやってたりとかしてる感じの人なんで、まあ、ね、あの、Twitch とかでね、あの、見て、見かけたらね、ぜひ見てほしいなと思うんですけどね。で、あと一人が、まあ、世界選手権3連覇とか、TMGL2 連覇とか、もう、<laughs> ZRT3 連覇とか、ZRT カップ3連覇とか、 もうね、マジで狂ってる。あまりにも狂いすぎてる実。うん、キリトことカールジュニアさんで、ね。<laughs> そうそうそう、カールジュニアさん。チリトことカールジュニア。でも、これはさ、マジでチリトとしか言いようがないぐらいさ、いろんな大会で。でや、てるから、この人、本当に。あと、何でしたっけ <laughs> えっと、うん、タスミ買った人とかもいましたよね。<laughs> あ、そう、タスミ買った人はね、ちょっと、敵がないんだよね。うん、リオルっていうプレイヤーがね、いてね。ただまあ、この人は、 どちらかというと、公式系のマップがメインの人かなっていう感じ。ナデオとか。あとはその、で、TMUF 系の大会とか。 <laughs> ああ、そうそう。ああいう感じのプレイヤーかなと思ったんで、あの、張り付けた台本の方には、あの、入れてはないです。テックプレイヤーではないんで、ゲームスには。で、まあ、カールジュニアとか、スパムとかっていうのは、あの、あと、まあ、フロストベリューとかっていうのは、あの、同じく、テックで開催されているコンペティションプレミアシップっていうので、チームディグニタスとか、チームエイサーとか、ああいうプロのチームでチーム戦をやってたりとか、まあ、そういうこともやってたりとかしてて、まあ、要は、超自身のまあ王様的な感じで、 だからもうそこで成功してる人間っていうのは、やっぱ他の競技でも、ZRT カップでも全然勝てるよね、みたいな感じ。結構有名人っていうのは結果から出てきちりするんですよね。まあ、この、ここに今書いてないですけど、カルエンって言われてる、えっ、ー、と、スウェーデンのタイムアタックとか結構最近はやられてる人とかも、もともとはその世界選手権で優勝争いをするようなガチガチの、えっ、ー、と、 テックの e スポーツプレイヤーだったりとかしたり。まあそういう意味で言うと、本当に今日自身の王様っていう、そういう感じのね、テックですね。これがテック。で、もう一つ、まあ二つ目に来ますけど、スは FS と書いてフルスピードって呼びます。まあこれね、名前の通りね、フルスピードですよ。<laughs> うん。これ本当にひどいですよね。うん。スピード足りないとガキから押したりとか。<laughs> そ,うそうそうそう。そう、スピードが足りないとゴールできなくなるっていうのは<や>。れたんですよ、私この人に。<laughs> フルスピードって がいいですすよってて初め行く時は <laughs> <laughs> 今なら言えますけどなわけねえだろ <laughs> あのね、それを言うとね、トラックマニアは全部初心者向きじゃないんだわ <laughs>。変な話ナディオ系のマップからやるっていうのを一つありだなっていうぐらいはね、あの、あれなんだけど、こうフルスピードってね、何が難しいって、アクセルめちゃくちゃ全開で、あの、視点がぐちゃぐちゃになるんですよね。あの、ループとか、あの、 ま、すげえ簡単に言る、ね。ンとか、そうですよね。うんうん、カメラがとにかく動きますよねそうそう。そうそうそう。カメラがめちゃくちゃ動いて、あの、の、天地が弱になったりとかするんですよね。なんで、あの、初めて実はトラックマニオをやるときにそれをやると、ポーズがどこにあるかの方がわからなくなるとかね。そういうところとかもあったりするんですよ。まあ、そういうね、なんか難しさとか、あったりするんですけど、なぜかドラそばでは非常に人口が多いんですよね。 スピードっていうのが、あああアクセルを要はさ、ちょっとバン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 踏み込んでいけるからさ、気持ちいいわけよ。速いから。で、コースの見た目的にはコース広いからさ。まあ、慣れればそれなりに走れるっちゃ走れるんですよね。特に野良沢に置いてあるようなレベルの低い、まあ、比較的簡単なコースにあると。というところもあって、結構スピードっていうのは野良沢でもたくさん人がいたりとかする。 あれなんで、まあ初心者向けとも言えるけど、でも初心者向けじゃないよね、みたいな。まあ、で、このね、フルスピードっていうあれには、えっ、ー、と、まあさっきのあれ、まあちょっとこれテックの時に話すべきでしたけど、ドリフトみたいなね、イラスがあって、フルスピードっていうのは、400キロ、500キロぐらい超えていったら、その状態でハンドルを右に曲げたり左に曲げたりすると、勝手に滑っていくっていう仕様があるんですよ。 もう400キロ500キキロロとかで,でそういう状態のことをスピードスライドって言って、その状態だとさらに加速が良くなると言われてるんですよね。なんで、その状態を作るために、えっ、ー、と、一瞬だけブレーキをタップして、スピードスライドに強引にするみたいなテクニックとか、まあ、そんなのもあったりしたり、あとはその、 普通にまっすぐに走れるはずの場所なのに何かしらの理由をつけて蛇行させてそれでスピードスライドをさせることによってさらにタイムを上げるみたいなテクニックとかあったりするのねフルスピードでその速く走ろうとするとまあそういうふうなねあのー、あれもあったりとかして独特なのがねフルスピードっていうねあれですねでこのねフルスピードに関して特に特質すべきなプレイヤーはねムッタっていう人がいるんですよ まあ、オーストラリアとかオセアニアの人ですね。まあ、なんで簡単に言うと、まあ、ホロライブの赤いハートみたいなやつですね。まあね、なまあ、最近さ、赤いハートがさ、ハーチャムとさ、結構高速移動してたのもさ、当然、ねねうん、高速して,てましたけど、まあ、それと同じようにね、まあ、 ムッタっていうプレイヤーも TMGL プレイヤーてとしての世界トップクラスのプレイヤーっていう顔も持ちながらフルスピードのトッププレイヤーっていう顔も持っててそれをねめちゃくちゃ高速往復してるんですよね。で特に TMGL ってストレスが溜まるじゃないですか。あの 5, 5マップ目6マップ目9位以になったら全てを失うと。だからねやっぱ赤いハートとハーちゃんもやっぱストレスにおいて高速往復してんのかなーなんてねそういう小じつけをやったりとかねしてましたけどまあなんかねうん。 <laughs> これでプレイオフをね、落ちたものならね、あの、完璧にね、赤いハートとハーチャムがね、混濁するところでしたけど、なんとかね、それはね、回避されたみたいなんでね、良かったですね、という感じね。何の話だ、これ。<laughs> マジで何の話だ。<laughs> ま、いいや。<laughs> まあね、そういうね、まあ、フルスピード。まあ、このフルスピードもね、超地震っていうのがあって、 えっと、オールアゲイン n s t a u t h o っていうチームとか、まあこれフランスのチームなんですけど、まあそこはあのフルスピードのガチのチームを持って、まあ彼らで主催した大会とかでなんかトップ取ったりとかっていうのは結構やってたりとかしてて、まあそういう感じの強自シーンもあったりとかしました。まあ、まあ、特に今だと、えっ、ー、とフルスピードメジャーシリーズっていうのが最近確かやってたのかな なそれとかでなんかまあやってたりとかっていうようなことがやってますね。まあそれがフルスピード。で、まあ最後がまあダートと呼ばれるやつです。これはね、このテックとかフルスピードとはまたちょっと毛色が変わってて、まあ一番大きな特徴はまあ地面がダートだと。砂だかねですよ。うん。まあこれがね、やっぱこの走り方がね、やっぱ全然違うんですよね。ロードと。 だから、その、得意ですけどね、私とかすごい好きですよ、こういうとこ。うん。なんかさ、ちょっとリアル感あるよね。そうですよね。うん、こう、ズルズル滑る感じがすごい土っぽいですよね。うん、リアルっぽいというか。うん リアルっぽい、うん、なんか説得力があるっていうかね、なんかその、特にさ、トラマニンはまあドリフトっていうのが、まあ R ボタンかな、ブレーチボタンを前回使うことによって、無理やり車を曲げるために滑らすみたいなね、そういう、激ヤバグリップと激ヤバアンダーで、どうやらやるみたいな感じのが、まあローズの走り方だったりするんですけど、まあダートっていうのはむしろその弱で、あの、 滑らせたら抵抗がな、になってしまってスピードが落ちるから、あんまりそのハンドル切りたくないんですよね、ダートの上だと。だから、うん、その、いかにハンドルを踏む、ハンドルを使わずに、かすアクセルを踏み込めるラインをすくって、そこに乗せていけるかっていうところが、まあ、ある意味、シム走りって言ったらちょっと語弊があるけど、なんかさ、そういう感じの、あのー、ね、走り方を求められるかなっていう感じですね。 あのそうそう。だから、結構、難しいよね。もうそれをね、あの、やろうとすると、あの、上りとかのコーナーで、上りから右に曲がっていくようなコーナーとかあったりするんだけど、これ、特にね、TM2 とか TMNF とかだったら、あの、外側の手に這わせるんですよね、車を。ああ、バンクになってますからね。うん、そう,そうそうそう。その、バンクになってる部分に這わせて、 乗せるとか、割とね、その、なんか許容度は少ない感じがあって。どうです、ね、う,んうん。むしろバンクに引っ掛けて曲がった方が効率いいよりもんですけど。いや、あのね、バンクに引っ掛ける方が効率はいいんだけど、外側にあるのが壁だったりするから、特に TMNF とかのやつって、あの、棒、棒が、こう、なんていうのかな。<laughs> 棒と筋目と棒と筋目みたいになってるから、 そこの間に引っかかって当たったりとかすると止まるんですよね。ああ<ー>。そうそうそう。だから割と難しいっていう。で、別にその溝落としみたいに自動的にその土手に引っかかってくれるわけではないから、土手の近くを走れるように調整する必要があるから、割とね、そこら辺は難しい部分なのかなっていう。雪よりマシじゃないですか雪トラックよりは。 まあね、アイスはもうあれ違うものだからね。<laughs> 楽しいですけどね、あの子の <laughs> うん。あれはちょっとね、うん。あれをやるには何時間もかかるぞって感じはあったけどね。でもアイスと <laughs> だとした8名ですね。ったし。<laughs> <laughs> いや、だからまあ、専門職よね、もう。アイス専門職として、にしてってもろてっていう。<laughs> そうそう。まあ、これね、有名なプレイヤーはね、あの、パープーっていうね、 人ですね。ホロライブのパプーといえばね、ダートですよって。でもホロライブではないけどね。<laughs> <laughs> まあ、あそう,う、ね、<laughs> ちょっとね、おボケをね、入れましたけど、このパプーっていうプレイヤーは、まあ、ダート系のイベントとかね、ちょくちょく実績を持ってる TMGL プレイヤーで、まあ、えっと、まあ、昨シーズンの TMGL でね、4位以内に入ってたりとかしたんですけど、このね、昨シーズンの TMGL っていうのが、まあ、新作の TM2020 の第1シードになるんですよね。TMGL における。 で、まあ、それの第一戦で、このパプーっていう人間が80何ポイントと、取って、第5マップ、第6マップ、をきっちりトップ8に残ってね。お、こいつやべえな、みたいな感じで、第1マップで優勝して、第1週か。で、その後の第2週も、めちゃくちゃ恐縮で、第3マップ、第4マップぐらいまでは、40点か50点ぐらい確か持ってたのかなお、これ2週連続でこれだったら、パプーマジで神になるんじゃねみたいな感じで、見てたら、最後の最後で、中意喚によってゼロになるっていう。<laughs> いや、やめるんですよ、本当に。<laughs> <で>急にか、ね。そうそう。で、それをね、見た瞬間、<laughs> ちょうどその時ね、俺、俺の TL に、ウサダペコラがさ、あの、混入してたからさ、<laughs> ちょうどね、その彼がね、ペコーっていう絵面が見えてしまったんですよね。<laughs> だから、あの、それ以来にあの、パプーのことはウサダペコラって呼んでね、あの、うさだちょくちょくね、応援してんだけどね。 ま、昨シーズンね、TMGL 本当に、あれね、カールジュニアがね、昨シーズン優勝したんですけど、あの、最後の2人になる前に4人から2人に絞るラウンドのところで、まあ、あの、TMGL って2勝したら次、3勝ってから2勝か、2勝したら次のラウンドに行けますよ、みたいな感じだったんですよ。で、あと1勝で行けるやつが、何人か、もう、あ、が、まあ、1人もう決まってて、あと1人を決めますよ、と。 で、あと一人を決めるときに、決着権を持ってた人がトップにいて、で、カールジュニア優勝したやつがもう勝負権がねえところに行って、で、その後ろに、その2位の間にパプーがいて、ね、いたんですよ、ね。で、最後の最後にパプーが最後の区間で弱点してトップを取って、え、それによって決着がつかずに、最終的にカールジュニアがそのスのロラウンドで勝って、 決勝に進んで、決勝で勝ったっていう形で優勝した、ね。だから結果的にチリとペコラが助けたっていう形になってて。いや、まあ、要はそういうね、そういう、だからパプールがカール・ジュニアを助けるような展開に最終的になったっていう、そういうエモいね、展開がね、後半であったりとかするんで、まあ、そういうところもあって、<laughs> まあ,まあこの人に対しては若干思い出があるんですけどね。まあそういう感じちょっと名前上げさせてもらったんですけど、まあこれがね、基本的にはまあまともな長時系マップ。テックフルスピードダート。まあドリフトをしまくってテクニックなコースを走る。フルスピードで縦に滑ってスピードをあれする。で、えっ、ー、とまあタイトロープじゃないけど、こうね、砂の上を速く走るダート。まあこのミスはね、比較的レースゲームです。うん。 ここまではレースゲーム。で、この後がね、あの、まあ、これね、超時スタイルって言いたくないんですけど、ZRT っていうのがあるんですよね。誰かさんが突撃してましたよね、VTuber。うん、そうそうそう,そう、ニックスちゃんっていうね、方がね、ZRT でって、まあ、その ZRT に行くように仕向けたのが俺なんですけどね。<laughs> <laughs> まあまあ、そういう、そういうあれですよ。そんなね、ZRT なんですけど、もともとこれって何って言ったら、 ゼレーターっていうね、ある LOL とかもいろいろやるような配信者。Twitch の配信者が、なんかトラマリで大会やりたいと。で、トラマリで大会やるから俺マップ作るわ、みたいな感じで。要は自分でマップを作るところも、自分,自分でマップを作って、それすらも配信のネタにして、で、それで大会も自分で実況するっていう形のやつをやってたんですよね。それがまあ最初の ZRT、ゼレーターカップって言われてるやつで。まあ、 どう言うんだろうなだから、まあ、ちょっと、スケールをでかくしちゃうと、日本だと、まあ、ゲーム実況、まあ、まあ、いや、もう、誰でもいいけど、まあ、誰か有名なさ、VTuber とかが、トラックマニアで大会開きたいって言って、トラック作るところからもう全部公開して、試合の部分も実況するみたいな。まあ、そういうことやったんですね。そしたらさ、あの、それだけ、労力はある人が、もともと配信でそれなりに数字持ってた人がやるとさ、あの、注目を当然浴びるわけよね。 そこにトラックマリアコミュニティも全乗りしてって、例えばまあまあさっき話してたフロストベリューとかも実況してたりするんですよね。英語の実況をやってたりとかしてて。で、まあそういう風にやってたら、そのトラックマリア界隈で、もう一番その重要度の高い大会の筋のゼレーターカップっていうのが後々になってくるんですよね。ちょゼレーターっていう配信者のおたわむれの大会が。で、まあだから、その、要はね、 なんかこれって、だから今までのミスっていうのは、長期的な部分っていうのをちゃんと考えて、なんか形成されてきてるもので、ちゃんと大会をやってるみたいな感じなんですけど、ZRT っていうマップに関しては、ジレーターという人間が作りたいと思ったマップを、トラマリ界隈が勝手にこれは長期だと原始して大会やってるみたいなスタイルなんですよね <laughs>。だから、なんか、このミスとは全然、こう世界観が違ってて、なんか迷路があったり、 スタート点が水だったり。<laughs> めちゃくちゃですもんね、ほんとに。うん。ねえ、あるチョンゲームなんですよね、そう,そ,うそ,うそう。ね、ZRT は。ZRT は本当に、そう,そうそうそう、なんか、あとハンドルが突然つきなりだったりとか。<laughs> あとはあれださって、ね、<laughs> バックでしか走れないやつ、前に向いた瞬間、うん、画面真っ暗にバックなて。ああ、あったあったあった。うん。みたいなのもあったね。じゃあそういう風うにね、もうギミックがめちゃくちゃ搭載されてる。 ある意味、そのトラックマニアの一つの魅力としては、この後喋る話でもあるんですけど、LOL 的なギミックがいっぱいあって、こういうこと考えられた俺すごいでしょ的な感じの、まあ、出落ちみたいなコースとかっていう、結構あったりするんですね、トラマリ界隈って。それを一つの長寿っていう形に落とし込んでしまったっていうのが、ゼレーターのいいところでもあり、悪いところでもあるすよね。<laughs> <laughs> ただまあ、そうそう。まあだから、 でも、プレイヤーがさ、みんな結構ガチで、トランプコマリアコミュニティをみんなガチでやっちゃったから、メールを作っても最適解すぐ出てくるし、なんかすげえ難しいあれをしてもカールジュニアあたりがとんでもないタイム出すし、みたいな、<laughs> ことで、ね、なんかなぜかね、大会としてすげえ成立していくっていうね、非常に興味深いやつなんですね。まあ、これね、まあそういうのが、基本的に ZRT って呼ばれてます、ね。なんで、まあこれ ZRT を作るっていう表現はあまり正しくはないかな。 ZRT っていうのはすでにあるものって感じですね。ゼレーター様がお作りになられたもの、こちらがゼレーターでございますみたいな。まあそういう感じのものですね。まあそういうクールな、もうジミックメインみたいな感じで、ね。ジミックうん。ジミックがメインみたいな感じでね。やります。フールの間違いでは <laughs> ある意味正解。フール。フール。本当にフールだね。まあ、そういうスタイル。まあこれね、ゼレーターカップは大体年1回行われてるんで、まあ、 そろそろ2021年版もあるんじゃないかないうか、ね。実質オリンピックですね。うん。だね、オリンピック、オリンピックだね、本当に。こに。普段トラマリの競技シーン見ない人もゼレーターカップは見るとか、ゼレーターカップのトラックだけは走るって人も結構多いんで、まあ、そういう意味でも、やっぱ一つのお祭りですよね。うん。映画で、映画でなんかスターウォーズが出たからみんな見に行くぞとか、まあ、さ、あの、うん、何でしたっけ、エヴァンゲリオンが出るんだっけ新しいのが。 そうですかね。もう一エヴァンゲリオンですかね。うん,うん。あとは、何があったかな最近映画事情はあんまり詳しくないんですよね。うん、本当に。コロナ禍で映画行けないじゃないですか、うん。うん。あ、結構映画は行く人なのどちらかというと。行きますよ。大好きですよ。<laughs> あ、そうなんだ。えー、あ、じゃあ、本当に、あの、 あれ、これの元ネタリアである29歳までのなんたらもぜ、ぜひ聞いていただけると。<laughs> 何の宣伝だいや、割と楽しいよ、あれ。や見てしまうと、やせてしまうんで、今見れないんですよね。あー、なるほどね。いや、でも本家見ようよ。<laughs> だから、ある程度片付いたら本家見てみようかなと思います。確かに。<laughs> 本家ってなんだよって言われそう。<laughs> そうそう。まあ、そんなね、ゼレーターと、まあ、 で、これねえっ、ー、と、まあ、今、今までの話の中でも何個が出てきたと思うんですけど、トラック D、TMGL っていうのがね、あるんですよね。これはま、公式系のもう e スポーツイベントで、まあ、レース会というところの F1、ね、とか、それに近い感じで。まあ、これっていうのが、まあ、あの、e スポーツの組織と、 e スポーツのチームと16人のプロプレイヤーがタッグを組んでやりますよ、みたいな。まあそういうスタンスのやつで。もう俺がよく見てるのはそのマクラーレンシャドウっていうね、あのマクラーレンの e スポーツチームのあの関係の実況のやつみたいなのがあったりして、それで TMGL 見てたりするんですけど、まあそういう、要は本当にプロリーグとして頑張ってますよ、みたいなやつがあって。で、それに使われてるマップっていうのが、今まで話してたテックとフルスピードとダートっていう、まああとはまあアイスもあるのかな tm2020 の新しく来たアイスとか、要はそういうのをミックスさせていった1分間程度の周回マップっていうのが tmgl っていうやつになってます。で、これの、あの、最大のポイントはゴール前に ZRT 的な何かしらのジミックが入ってるアイデンティティっていうのがあるんですよね。なんか、氷の上で180度回転しろとか。あと、なんか、そのね、まあちょっと、 あんだな、どういう意だええー、と、ソーセージの路面があるんですけど、そのソーセージの路面で、円を2個すくって、そのソーセージのかまぼこを使って、その円から円へ飛び移っていけるみたいなところとかがあったりとか、まあ何かしらそういう、そのテックとも FS ともダートでもない、テクニックが求められるギミックっていうのが毎週ゴールの前に必ず設置されてて、そこで、要はそこでミスったりとかするわけですよね。 ね、そうね、ミスって、最後の5マップ目、6マップ目に、ミスって注意回になったらポイントを全て失うっていう。<laughs> だから、あのね、理論上ね、1マップ目から5マップ目まで、トップで終わって、も6マップ目16位だったら16位なんだよね、このルール。<laughs> <laughs> 俺ね、なんかで見たんだよね、あの、確かね、OGL っていうの TMGL じゃなくて、 えっと、一般オープン、えっ、ー、と、全員パブリシック向けに行われてる大会の、えっ、ー、と、スクショで見たんだと思うけど、マイナス105点っていうのがあったね。<laughs> マイナス105点 <laughs> でも、だから1から5まで、ほぼ、ほぼ全部トップで、最終マップ9以下で、マイナス、あーあー、<laughs> みっちりなスクショが流れてきて、ちょっと嘘マジだろってなったけど。まあその、結構ね、このフォーマットって割と文句があって、次のシーズンではなんかまたフォーマットが変わるとは言われてるんですけど。でもですね、6以下ゼロポイントとかですかね。<laughs> さあどうなんだろう。まだね、あの情報とか出てきてねえから、なんもわからん。かな。ねえ、ポイント数がすぐゼロになる。まあバラエティ番組的だし、見せ物としては面白いんだけどね。 なんか、やっとしたら詰まったもんじゃないですよね。うんそ,うそうそうそう。もう <laughs>、まあ、特にね、TMGL って、その、一回一回のステップによってポイントが決まって、そのポイントを集計するじゃなくて、全部のポイントを集計するんですよね。だから、あの、要は、その、どうやればいいんだまあ、80点、その、第1周目で取りますとそしたら、全部の総合ポイントに80点が入るんですよ。 だから、ポイントをたくさん持ってる状態で注意下になってポイントを失うっていうのは、総合に対してめちゃくちゃ影響があるんですよね。本当に、それが一つあっただけでプレイオフ出れませんでしたとか、普通にあり得るような。なんか、それをさ、プレイヤーに求めるのってどうなのっていうところは、やっぱ、ちょくちょく文句を言われてるところではありますよね。そうそうそう。ただまあ、見てて面白いのは確かですね。うん。ただ、ね、走るのはクソむずい。この、アイデンティティっていうマップの部分が、まあ、 そうだと割と簡単に走れるんですけど、むずいものだと一周すらうまく繋がらないんですよね。うーんそうそう。だから、割とね、初心者がやると心が折れるかなっていう。これを6周やるんで、触ってみるとね、本当に TMGL のプロのやばさっていうのがね、伝わってくる。こういうマップになってるのが TMG ですね。まあ、TMGL って言ってるけど、いいのかなこれ、ね。まあい,いや。まあ、これあたりが大体の競技のお話。 じゃあ、まあ、この、その後ですね。まあ、それ以外、競技とはあまり追われていないけど、みたいなスタイルのお話ですね。まあ、次、まあ、LOL ですね。LOL っていうのが、まあ、トラックマニアのオンラインサーバーでは一番よく見るタイプになります。まあ、LOL って、英語のスラングで言うと、ワロタとか、そういう感じですね。ワロタ。死語ですけどね。<laughs> ワロタも死語 いや、その、LOL って表現が、死後らしいですよ、<ー>英語圏だとあ。あ、そうなんだ。へえ。そんな、もう死語になっちゃってる LOL。もうこれね、あの、まあこれさ、もうタイトル、そのさ、スタイルの名前が LOL なのよ、ワロタなのよ。っていうことはもうこれに関して、 その意味の持つ言葉ってほとんどほぼなくて、だから LOL ってサーバー行った時に、テックにプラスアルファなんか付け足されたましたよみたいなマップとかもあったり、なんならもうこれテックじゃんみたいな LOL のマップってあったりするんですよね。うん、一方で、あの、なんか、ただなんかジャンプ台が縦に置かれてるだけですみたいな <laughs> のとか、なんか、上り坂と下り坂が連続してるだけですとか、 あとは、まあ、そんな感じで、何これ、何これ、笑うしかねえじゃん、みたいな感じのやつもあったり、あとは、ハード LOL、ルナーティック LOL っていう、乾燥することが難しいって言われてる LOL のスタイルがあったりとか、まあ、ちょっとね、幅広くすぎてね、よく言うとね、びっくり箱。いい理由とびっくり箱なんだけど、悪く言うとね、こいつらこんなクソみたいなトラック作って、作ってしまったことを LOL って言ってごまかしてるだけなんじゃねえのって言いたくなっちゃうようなマップもあ うん。この言葉悪いけど、本当に、なんかマップ作るのが下手くそな人間が自用語のために LOL って言ってるだけでしょみたいなのって、ちょくちょく見るんですよね。だからまあそういうのもあって、その、なんか、良くも悪くもいろんな遊び方ができるっていうのが LOL ですね。ただまあトラックマニア感を楽しむっていう意味だと、LOL は確かに一番いい選択肢の一つ,一つなんで、まあ、 そうだな初心者がトラックマニアの闇の部分みたいっていうんだったら、LOL が一番いいかもしれないね。闇の部分って <laughs>、うん。割と闇。あの、レースゲームじゃない部分を楽しみたいとかっていう人がは、LOL 系のマップをたくさん走った方がいいと思う。で、長期的な側面とか、レースゲームとして楽しみたいってなると、テック FS ダートっていうのを、やっぱ、楽しんだ方がいいと思う。その中で合うものをひたすらやる。 っていう形にしてもらった方が楽しめるのかなっていうところはありますね。な次、まあもうここか。これね、初心者向きではないです。RPG とかトライアルって言われてるものがあります。これね、えー、っと、まあ RPG っていうね、言葉、もういろんなところで冒険したりとかするね、ドラクエみたいな話ですよ。ああいう風な感じのをトラックマニアでやろうっていうことなんで、<laughs> まあ、 どうだろうねも、まず、えっ、ー、と、道がよくわからないです。正解の道が。なんか、あたりをずっとぐだ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 走ってって、あ、ここ合ってるかな合ってないかなとか言いながら、道を探しながら、次のチェックポイントに行くみたいな。そういう、その、冒険的な部分と、あと、あとはなんか、棒の上を走らされたり、あと、これもね、映像とか見た方がいいんだけど、なんか、スピード縛りで、 何キロで飛んでいかないと向こう自身にたどり着けないとか、逆に、その、特定のとある場所でちゃんと止めて着地しないといけないとか、まあそういう風なのがあったり、あとはね、ヒドンブロックって言ってね、なんかもう空の上、なんか、ブロックは見えないんだけど、そこにブロックがあるから空の上走れますよ、みたいな。<laughs> そういう <laughs>、そういうね、ブロックとかがあったりするっていうのが、まあ、RPG とかですね。まあ、こう、これはね、あの、だから、フルのね、RPG のマップは初心者は基本的にやらん方がいいです。てか、RPG は基本的に初心者向けじゃないです。ただ、ミニ RPG とかだったら、1分ぐらいでタイムアタックで走れるんで、まあ、20分、30分ぐらいあれば、ゴールまではたどり着ける。まあ、そこからタイムアタックするみたいなこともできたりとかするんで、RPG 興味があったら、 一分ぐらいのミニ RPG を、まあ、TMNF だとミニ RPG サーバっていうのもあるんで、まあ、そういうところ探してもらって見てみるといいのかなっていう感じですね。まあ、ちょっとね、フルの RPG はマジでお勧すすめしない。あの、俺でも5分とかのコースを走ると、一番最初に初見で走るとやっぱり1時間ぐらいかかるからね、場所によっては。だからあんまり初心者向けではない。で、まあ、トライアルって呼ばれてるやつだともっとひどくて、RPG 的なね、道がわからないがない代わりに、 マジで着地できる場所がめちゃくちゃない。<laughs> だから、あの人間やめないと最初のチェックポイントすらクリアできないみたいな。<laughs> まあなんかそういう難易度の高さなんで、まあもうこれはもう初心者はやらないでください。<laughs> まあただね、これ、簡素することが目的ではあるんだけど、みんなタイムアタックをやり始めるっていうところがあって。<laughs> まあこのね、ある。味肉の怖いところなんですけうん。そうそう一番タイムアタックが始まっちゃうっていう,うん、そうそうそう。<laughs> 特にね、RPG はね、あの、昔 TM2 で RPG のタイトルパックとかを利用して、あのね、大会やってました。あの、5分ぐらいのマップで、えっと、今の COTD と同じで、後ろの人からどんどん落ちていくっていう方式で最後の1人までやるっていうのがあってて、結構ね、それは見てて面白かった。みんなプロだし。まあ、そういう風な、まあ、大会とかもやろうとなのができるよっていうのは、 rpg だったりしますね。まあ、これはまあでも上級者向け。で、この後はね、この後の二つは、えっ、ー、と、実写的な遊び方をします。ナスカーと F1 って呼ばれてるんですよね。ナスカーと F1 って呼ばれてるんですけど、まあ、ナスカーって実写は左にしか曲がらないんですよ。 だから、ナスカーのレックコピーなんですよね。<laughs> 意味不明な表現ですけど。その表現からちょっと文章ですよね。でももうそうとしか言いようがねえんだよね。その、ナスカーっていうのは、まあ、もちろん元ネタはナスカーっていうアメリカのナスカーなんだけど、でもやってることって左に曲がってオーバルではなくて、まあオーバル的な,なコースではあるんですよ。もちろんでかい。 右ターンとか左ターンとかの連続系で周回マップをするっていう。そういうのがナスカーなんですけど。だから実際のナスカーではないけど、実際のナスカーみたいな雰囲気のコースを走るっていう。こうなんていうかね、本当にね、ナスカーは左にしか曲がらないからナスカーの劣化コピーなんだよっていう説明しかできないっていう感じのやつですね。で、まあ。ディレクターに近いんじゃないですかね、雰囲気としては。うーん、さあッサー。 まあ、そうだね。リッチレーサーとか、え、フズランコースとかかな。うん,う,んう,んうん。うん。ああいう感じのコース。まあ、なんで、走るのはむっちゃ簡単なんですよね。走るのむっちゃ簡単なんですけど、じゃあ、いざタイムを上げようと思ってアクセルの全開時間を増やすと、途端に、あの、走れるラインが狭くなるっていうのが、このナスカーっていうスタイルの奥深さで。 えっとね、特に今自分ね、あのー、ブロートラックマニアっていうチームに、に名字だけ入ってるような形なんですけど、このチームって本職ナスカーなんですよ。だから本、ナスカーのガチ勢みたいなのいっぱいいて、なんか、彼らはね、あのー、本当に、その TMNF であるナスカーの野良サバとかでも普通にトップ争いできるような <laughs>、やべえ奴らなんですけど、やっぱね、こう、本上に、すると、本当にめちゃくちゃ難しい。 ある意味ね、easy to learn, hard to master っていう感じの。だから俺個人的にこ a ナスカーってタイプ好きなんですよね。そのタイムアタック的なことではないけど、タイムアタック的なことをするみたいな、このバランス感がね、結構好きだと人数も多いんで、TMNF とかだと特に30人ぐらいで遊べたりするんで、まあ、そこら辺も一つ魅力の一つかなという感じですね。で、まああと一つ F1 って言われてるんだよね。 スタイルがあっても、これも単純に F1 ですね <laughs>。要は、あのー、えっ、ー、と、普通のトラックマリアの ロードのブロックっていうのを使って、えっ、ー、と、F1 的な普通のサーキットを作りましたよっていうのをだいたい F1 っていう風に呼ぶんですよね。で、まあ、特にまあ、F1 はも、あと、TM2 だと F1 の実際のコースをパースにして、その上を走らせるみたいなやつもあったりするんですけど、まあ、それはね、その、ボーナストラックとして、まあ、そういう、要は F1 の真似事ができますよと。 そういう感じのが F1 のあれになってます。で、その新作の TM2020 ではトラックマニアフォーミュラーリーグ、通称 TMFL っていうのが行われてて、もうこちらに関しては、あの、プログラム上からフューエルとか燃料とかタイヤとかっていう、そこら辺の要素もちゃんと戦略に組み込んで走れますよっていうのが一つのポイントなんですよね。ただまあ僕は出たことがないので <laughs>、あれなんですけど、まあそういう風に、まあ要はより実写的な遊び方ができますよっていうのが F1 とナスカっていう二つのスタイル。 です。で、まあ、最後に、まあ、これは、最後に、ね、話すのはね、前回も話しましたけど、カッキーカーティストっていうね、スタイルです。出ましたね <laughs>。うん、もうこれね、前回も言ったけど、あの、まあ、トラッククリアって、オンラインで遊べるようにするために認証せんとダメなんですよ。これ、ちゃんとコースとして成立せてますよっていう、あれをしないといけないんですけど、それをするために12時間以上、本気でかかってるっていう。<し> <laughs> もうね、ガチでやばい。あの、本当にやばい。ええー、と。要はね、トラックマニアでも特にバグ的なテクニック。まあ、最初の序盤の方で話したウーバーバグの話だったり、ええー、と。 まあ、そねううウーバーバグとか、グラススライドとか、まあ、ラムステンバグとか、ああいう風な、まあ、トラックマリアでもバグって言われてるようないくつかのバグがあって、そのバグを利用することによってゴールにたどり、強引にたどり着きますよ、みたいな。そういう感じなんですよね。だからもう作られてるマップももうわけがわからないし、それをゴールできるやつもわけがわからない、みたいな。 なだから、これはもうね、一般人はプレイしなくていいです。<laughs> うん、もうこれ、これゴールできますとか言い始めたら、あなたはもう一般人じゃないです。い <laughs> や <laughs>、ほん、ほんこに。でいや、無理無理。俺、俺無理だもん、カッティは。<laughs> あ、あれゴールできんよ。<laughs> <laughs> あね、ほんとうん。無理でね、変なことさせられんの。<laughs> ねとね、スタートして、えっ、ー、と、地面、 スタートして、その後にすぐ落ちるんですよね。で、落ちた後、あの、パースで作られた巣みたいなものに入っていって、で、その下の着地点にフリーホイールがあるんですよ。パースの。ああ <laughs> で、だから普通に起きていって、 そのところに落ちたらフリーホイールでエンジンがカットされて動かなくなるみたいなところを、あのー、バグとか利用してそのフリーホイールをすり抜けてその下に行くみたいなことをさせるマップみたいなのがエリオリア。えぇマジでそんなんだよ。あとはなんか、これはもう配信で見たやつなんだけど、えっ、ー、と、壁と壁、 壁と壁で左右に壁で覆ってあって、で、その横にダッシュボードかなんかあるんのよ。で、その壁のある場所に行ったらダッシュボードの判定がなぜか入ってダッシュできて、ダッシュできるっていう。壁の端に行ったらなぜかダッシュできて、で、それを連続でやりながら、連続で判定出して、ジャンプして対岸に強引に届かせるっていう。ふふふ。と、ま <laughs> まあね、あの、本当に、やばい。カッチッーカーキストはね、まずあのトラックマリアの闇の部分を全て知ってる人間が遊ぶものだから。あの、だからまあ、YouTube とかで上がってる、あの、僕こんなんゴールできますよっていう自慢動画ああいうのを見て楽しむためのもんだと思っていただければ。<laughs> あれはダメ、触れたらダメ。<laughs> まあね、そういう、まあ、触れてはダメな世界を最後にね、あの、お伝えして、ね、私のトラマリのお話は終わりって。なんかさ、滑った気がするんだけど大丈夫かなトラマリ自体がこう滑ってるじゃないですか。滑るゲームなら大丈夫です。アイススライドしたと思いましょう。バグスライドです、これは。バグスライド。あ、この配信がバグスライド。まあ、最初バグスライドさせたからね。 いや、まあまあまあ、これは反省会かな。俺話しながらさ、これ話まとまってねえなと思ってしまってね。でも、どうなんだろう。ね。まあいいや。<laughs> まあそうそうそう。まあそんな感じで闇の深いゲームになってるんで、ぜひね、遊んでいただければ。でも闇の深くない遊び方はあるんですよ。特に、ナスカーとかはね、ほんと普通のレースゲームなんで、まあナスカーあたりからトラックマリオの界隈を知るとかね。 やってもいいかなっていうところではあるんですけどね。そうそう初めて行くさんは ZRT がおすすめです。<laughs> 配信映えするので。はん、配信映えはする。VTuber の方は ZRT かカッティかってティで。<laughs> <laughs> いやー。どうします次回。じゃあ次回はもう決まってんのかそういや。次回はそうですね。彼に来ていただいて。次回ね、そうそう、あのね。 あのー、カプテラスっていうね、お方がね、あの、ここのポッドキャストに出ますよっていう話にってはなってまして。まあ、彼がね、本職にしてるのが F1 レジェントっていうゲームなんですよね。スマホ系のレースゲーム。だよね、思いっきり。そうですね、スマホ、うん、スマートフォンのドリフトゲームなんですけれど、うん、そのゲームはすごく興味深いことになっておりまして、うん、そちらのことを話していただこうと思っております。うん 何やらね、あの、e スポーツをやるっていう風なテンションになってるっていう話でね。そうそうそう、だから。よく盛り上がってるようなんですよ。うーん。なんかさ、俺らってさ、スマホレースゲームって基本的にやらんじゃん。そうですね。アスファルトとかもすごくバカにしてますし、うん、僕たち正直。あ俺ね、一ちいちアスファルトはね、やってた頃終わった。アスファルトエイとか。アスファルト、もそうです。アスファ、うん、ルトっていうレースゲームしてます レースシム風の、アセットコール、アセットコールじゃねえわ。あー、あったねえ。あ、あー、あ<れ>うん。あのあたりとかは結構バカにしていまして。<笑><笑>あー、俺あのゲームはほとんど触ってねえな。まあ、スマホレースゲームはも触らんけど、あの、ニーコップスピードのさ、スマホゲームはちょくちょく触ってた。ありましたね。うん、ライバルズでしたっけそう,そうそうそう。あれは、 いや、いやライバルズだった気がする。あれはさ、割となんかスマホとさ、あの、ニードフォーススピードのあれがあってて、あの、操作系もさ、めちゃくちゃ難しくはなかったから。まあ、ありかなっていう感じだったんだけど。そうそうそう。そうなんか、ね、要はそういうスマホレースゲー界隈が e スポーツの夢を見始めたよっていう回ですね、次回は。おそらく。そうですね。うーん。 ねその次回あたりにアセコルの話するのそうそう。その次あたりでアセコルの歩き方をさせていただこうかと思っております。俺ね、俺はちょっとね、あの、トラウマに絡みの話は俺一人で喋った方がいいのではっていう説がね、若干あるから、またちょっとね、どこかで、 だって目にちょっと掘り下げていただきたいですよね、トロ回として。あのー、要は怪文書会ね、今回もね、ちょくちょく怪文書触れたんだけど、ちょっと怪文書的にトラックマリアの長寿シーンを楽しむ的なやつはやりてえかなと思ってて。<laughs> 長寿と、まあでもトラマリの走りだったっていうとね、なかなかあれだから、トラマリの長寿シーンとか、ああいうことはやりてえかなと思ってる。特に TMGL とかね、あのあたりの話は。 うんただ、それをやろうとすると、なんかやっぱ怪文書がついて回ってるっていう <laughs>、問題はあるけど、まあね、そこら辺そう、ね、かな。このあたりですよね。ううん。あとね、なんか一人、グランスリスも日課言ある人はね、あの、昨日あの、ポッドキャスト用のディスコードに来てね、いろいろと、ね、朝の5時くらいまで喋ってましたけどね <laughs>。<laughs> <laughs> あんな時は朝5時ぐらいまで喋ってましたけど <laughs>。まあ、まあその方もね、あの来られるんだったら、グランプリスモって俺らそんなに、実は古く掘り下げられる人じゃないんですよね。プレステ4が家にないし。だから、まあ彼とかも話してくれるんだったら、ちょっとグランプリ,リスモ系の話をしてもらうのもありなのかなとか思ってみたりね。というぐらいですかね。そうですね。 喉がいて <laughs> 大丈夫ですかうん、まじで俺喉がいて <laughs> 今日だと俺一人、俺しか喋ってないもんね。<laughs> 全く、私、1時間ぐらい喋ると平気ですよこういうの。そうはい。ああ、俺な、今ちょっと具合が悪いのかなか汗ごらかいとかは多分喋り通しになっちゃうと思うんで、その時はお願いします。うーん。うーん ますこれね。いや、本当その、シム走りがどうとかっていうのは、ちょっと、一回やってもいいかもね。あの、あ、ね、シム、その、あのさ、あげてたじゃん、ポッドキャストの台本のあれみたいな感じで、そ,<う>その、やってくれると、俺としてもなんか納得できるっていうところはあるからね。 うん、まあまあまあ、いいや、そこは。<laughs> まあ、そこら辺はまた2週間後で。まあ、来週は FR レジェンドの闇の、闇と光の話でも聞きましょうか。というところで、でね、あれ、次回出演者がなんかコメントしてるけど。<laughs> ディスコールでいいやん。<laughs> はい、というわけで、ここら辺で、閉じたいと思う。<っ>いいよねなんか話す、はい。いや、なんか、告知ある大丈夫ですね。大丈夫 口、はい、大丈夫大丈夫。うん。えっ、ー、と、じゃあ、まあ、俺は、えっ、ー、と、俺から、まあ、告知って言ってもあれなんですが、こちらのチャンネルね、あの、僕の個人チャンネルとなっております。なんで、まあ、もしか、気が向いたらね、トラックマリナとかバーチャルレガットの配信とかもやってるんで、まあ、よろしければしていただけると助かります。うん。まあ、あとをやることって言ったら押すとか、まあ、それぐらいですかね。まあ、興味があったらチャンネル登録してくださいって感じですか。まあ、僕ね、人,人間、 ななななってていいいいんで結構過激なことと言まますすけけど許したただ,けたらだなと思本当 <laughs> ね、今回はひどいよ。あの、コンテンツとしてなってない放送事故もあったし、あの、配信する前に TL でボヤサージを起こしてるし、あの、喋りも結構グダグダになって滑ってる気がするし、ダメだね。うん。なんかもうちょっと頭冷やすためによっとやってくるので、このアてで配信終わります。では、本日、第2回のお相手は、私、ナスメと <laughs> 私、パンチャでした。 では、おやすみ。いました <laughs> おやすみ。<laughs> おやすみってなんだ <laughs> まあいいや。